ただいまチェンマイの国際園芸博記念公園のところで開催されております。ロイヤルプロジェクトフェアの会場に来ております。今日20日から24日まで開催されております。ちょっと覗いてみましょう。通常でしたらここら辺では毎週土曜日の午前中に山岳民族の朝市が開かれております。今日はその臨時営業みたいな、そんな感じでしょうかね。コーヒー売ってますね。タイでは珍しく太ネギが売られていますね。平地でネギを栽培すると小さくて細いのばっかりになるんですけど、こんなに太くて大きいのは珍しいです。やはり野菜だとか果物なんかも、これブドウだとか、まあ山岳民族の方が栽培されているだけあって、温帯性の野菜や果物が多いですね。12月に入るとチェンマイはイチゴのシーズンです。イベント会場入り口と書いてありますね。ちょっと行ってみましょう。先ほどチケット売り場に行ってみましたけど、誰もいないので、張り紙をよくよく読んだら、そしたら20日から24日のロイヤルプロジェクトフェアにお越しの方は無料と、そういうふうな張り紙がしてありました。今通りかかったこのおっちゃんも口頭で説明しておりました。そんなわけで、普段だったら外国人1人200バーツ料金がかかるんですけども、無料で入ってみることにします。ちょっとラッキー。そんなわけで行ってみようと思います。はい、国際園芸記念公園のゲートを通過しました。入り口こんな風です。さすがに王室関係の公園だけあって手入れが行き届いてますね。こちら方眼木の木ですね。英語でキャノンボールトリーと言います。一部ではこれが平家物語に出てくるサラショ宗樹と、それとなんか混同されてるそうですけど、サラショ宗樹というのはまた別の木になるそうです。とりあえずこれボーリングのボールみたいなのがいっぱい実ってますので、ここの近くを通るときは頭上注意です。
そう。こちらミスト発生装置になりますね。温帯の植物を熱帯で育てるときには便利な道具です。確かカムティアン園芸市場ではノズル1個あたり20バツぐらいで売ってたと思います。そう高くないので、まあ日本の野菜だとか果物とか草花を育てるときには便利な道具かと思います。こちらタイ語でリンペナムという木だそうです。土が水になるという意味になります。直訳すると、なんかマンゴーみたいな実がなってますけども、これ強竹糖の仲間の植物で、強竹糖同様有毒ですから、マンゴーみたいな果実を見て美味しそうだなと思ってパクッと食べちゃったらえらいことになりますから、絶対にそれはやめてください。アメイジングマーズガーデンって書いてあります。火星の庭という、そういう風ななんか見た感じ石や砂ばっかりで何もないんですけど、なんか売店みたいなのはありますけども、中は何でしょう。確か何年か前の国際園芸博の時にはこれ見当たらなかったんですけどね、うん、一体どういう趣旨でこういうものを作ったのでしょう。こちらはブドウ園になりますね。こんな風に寒冷車だとか半透明のビニールで遮光しちゃってます。タイで温帯果樹だとか温帯の野菜を栽培するとなると、遮光とあと温度を下げるためにミスト発生装置、そういったものを用意するのがポイントになります。こちらには木陰のところにクワが植えてあります。最近日本でもタイでも園芸通販なんかでクワなんかがよく売られているのを見かけますが、これもやっぱり温帯のものですので日陰だとかに植えなくてはいけません。でこちらには若い実も実ってますね。あ、ここにもあります。あ、ちょっと逆光で見えにくいかな。おや、熟した桑の実も見られますね。こちらの木には日焼けしたのか葉がちょっと元気ないのか気になりますけどね。で、後ろの方をずーっと見ると、うん、地面からもこんな風なミスト発生装置がくっついてますね。こちら上の方に伸びてるのはパッションフルーツですね。で、その上の支柱のこういうところがなんか杯状のパラソルみたいになってて
で、このパラソルの下のところ、パラソルにパッションフルーツを絡ませて日陰を作って、そして下の方にはこれいちごが植えてあります。まあ、パッションフルーツで日陰を作っていちごの日差しをカットしようという、そういう発想ですね。なかなかいいアイデアです。いかにもタイらしい仕立て方をした木ですね。像できましたか。確か国際園芸博の時期にはこの辺は熱帯果樹園みたいになっていたんですけど、ドリアンとかマンゴスチンとかランブータンとか、あとマンゴーとかいっぱい植えてありました。確かそういう記憶があります。だけど今なんかブドウだとかの試作農園みたいなこともやってますね。あっちの遮光してるのはまあまあ元気なんですけども、こっち日向に出しちゃった鉢植えのブドウ、ちょっとかわいそうな葉っぱになってますね。これ日焼けの表情です、症状ですね。あれ、こっちのやつはなんかデラウェアに似たようなそんな葉っぱをしてますね。品種名は書いてありませんね。何でしょう、よくわかりませんけど。ああ、この辺以前の熱帯果樹の場所ですね。だいぶ少なくなっちゃってますね。マンゴーに今真ん中に映ってるのはサントルぐらいですか。タイ語でカトゥンと言ってるやつで、その奥にあるのがパラミツですね。カヌン、英語でジャックフルーツですね。あ、マンゴスチンありましたね。そうだそうだ、ここがマンゴスチン園だったんだ、何年か前は。ちょっと葉っぱが乾燥気味かな。果実の方はまだちょっと見当たりません。チェンマイ周辺でのマンゴスチンの果実のシーズンは7月8月頃になり、開花がだいたい3月ぐらいになります。この辺は以前の園芸博の時にはドリアン園だったんですけども、ドリアン完全になくなっちゃいましたね。ちょっと残念だな。どうやら昆虫園は今のもう健在のようです。ちょっと入ってみましょう。この展示館にはいろんな種類の蝶が放し飼いになっております。こちらは本ちゃんの国際園芸博の時、スペイン館だった ところですね。スペニッシュガーデン、スペインというとあんまり針葉樹のようなイメージないんですけど、北スペインのピレネーの近くですかね。それをイメージしたのかな。アンダルシアになると亜熱帯地域になりますからね、ちょっとまた違ってきます。
本茶の時には確かスペイン人の係員のところにスペイン語でいろいろと世間話してイベリコハムをご馳走になったことがありました。ロイヤルプロジェクトガーデン、本ちゃんの園芸博の時には確かこちらでは梅とか桃とかいちごとかあとほうれん草とか白菜とかまあ温帯の野菜や果物の試作をやっていましたね。今どうなってるのかちょっと覗いてみましょうかね。確かここら辺一帯この階段上がってたところにですね温帯野菜の、まあ、栽培農場があったんですけども、うん、なんかちょっと ローズマリーとか温帯のハーブ園みたいな感じになっちゃってるのかな今。あ、これは熱帯のホラパーですね。うちの庭にもいくらでもある。あ、これセロリですね。ちょっとここじゃ暑いのかな。うん、まあ、セロリの場合だとタイの平地で植えるとそうするとこんな風にちょん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 としか生えません。あんな風に日本のセロリみたいに上の方にシャキーンと伸びるようなあんな感じにはならないみたいです。あと他にもローズマリーとかあの向こうにあるのはタデかな。なんかちょっといまいち不鮮明だけどもそのようなものが見えます。でさっきの温帯ハーブ園でも周りを見るとこの通り木に囲ってあって囲まれていて、まあうちの桃の木の植えてある近くにアボカドだの龍眼だの植えてあるのと同様に遮光して栽培するというそういう農法ですね。あ、桃の木がありました。この細い葉のやつですね。これも上の方にある木、これアボカドですね。アボカドの日陰で、まあ、遮光して育てているというそういう風な形になっております。あ、これは梅ですね。やはりここも日陰になります。だけどなんかいまいち生育がというふうな感じがしますね。なんかこの辺の梅だとか桃とかの周りもだいぶ回食しちゃったみたいですね。これ今画像の真ん中に映ってるこれ梅の木ですね。これ結構よく育ってますね。となると先ほど映したのはその2代目ということなんでしょうね。うん、まあとりあえず梅の方は成功してるみたいですね。うちにも梅の木があるけども頑張らなくっちゃ。このコーヒーの木は実がついてますね。なんかいっぱいよくよく見るともう干からびちゃったのもありますけどもいっぱい実ってます。コーヒーも熱帯の高山植物ですので、まあ、こういうふうに温帯の野菜や果物のように遮光して育てる方がいいみたいです。なんかプチトマトの大群、触らないでくださいって書いてありますね。
で、その隣ですけども、今度はプチトマトの黄色バージョンです。我らが日本パビリオンです。日本の植物はなかなかタイでは難しいものがありますけども、こういったまあガーデニングの、ガーデニングと言ったらいいのかな、灯籠だとかそういったものは置物の類は純和風に作ってあります。なんか無理やり育ててるみたいな感じのする桃の木ですね。多分花桃、桃とか桜とかああいった感じの花が日本を象徴する花みたいにタイ人には思われているようですので、それで植えたんでしょうけど、なんかちょっと葉っぱが落ちちゃって、うちの桃より元気がないなという気がしますね。あっちに道路が見えますね。そして庭の中央に富士山を象徴するような、そういう月山がしてあります。以前は池に鯉が放ってあったんですけども、なんか見られませんね。あ、こちら銀木犀ですね。ちょっと匂い嗅いでみましょうかね。ちょっと失礼します。うん、いい香りがします。こちらオランダパビリオンですね。世界の園芸大国だけあって、草花の類いろんな種類あります。だけどチューリップだとかああいったものはタイではまあ球根輸入してきて育てて、一遍花が咲いたらそれでもう終わりで夏越しができないそうなんで、うん、ちょっとそういう点でこういう風なガーデンを作るとなると、お金が相当か、毎年お金がかかりそうです。ついさっきまで鳥で鳴いてたんですけども、また寝ちゃいました。ちょっと私も休憩です。このロイヤルプロジェクトフェアは今日20日から12月24日まで開催されております。この時期だと外国人料金、入場料が200バーツするところが無料ですので、園芸に興味のある方は出かけてみてはいかがでしょうか。